こんにちは。時刻は12時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブコーヒータイム、担当は松雪彩香です。よろしくお願いします。今日は水浴びだねと、本当にこの噴水の水を浴びに行きたいぐらい気温の上がっているところが多くなっています。でちょっと寂しげですよね。誰一人として噴水を見てくれていないという、見ていないというか観客がゼロ、一子一人いないです。まあそんな中でも水がね勢いよく吹き上がっています。元気です、皆さん元気ですか。この暑さですのでね、特に西日本東日本の方、私も昨日体に力が入らなくて大変でした。かと思ったらスーパーなんかに買い物に行くと、スーパーものすごく涼しいじゃないですか。こうやって買い物途中からこうやって早く外に出ようとか思いながら過ごしてました。屋外と、まあ、冷房の効いた室内との気温の差が激しいので、そのあたりの調節も難しいところですね。さっき見たところ、幕張かひまかりの海岸近くの公園で今日はアイドルフェスが開催されているということで、多くの方が外にいました。まだまだこの時間もきっと人が多いんじゃないかな。炎天下となるので、でやっぱり応援でね汗かいたりもすると思いますから、本当にたくさん水分取ってほしいです。あーやっぱりたくさんの方が、これなんか並んでませんか。あ、ここがステージ、あ、本当だ、なんかこうやってる感じがする。ちょっとなんかこうみんなうごめいている感じがしますね。ポーズありがとう。いやー、日傘さしてる方もちらほらいるにはいるんですけれども、まあ人がね混み合ってるとなかなか差しにくいところもあるので、皆さん、タオルをバサバサしたりですとか帽子をかぶったりして対応しているでしょうか。ですね、本当危険な暑さになってきているので、楽しみにしていたイベントで体調も崩したくないと思いますし、日陰にこまめに入ったりですとか、あと一旦こうお店に入って休むですとか、こまめに涼しいところで休憩をしてほしいです。現在の幕張の空見ていきました。あやちが出たら折りたたみ傘、なんで折りたたみ傘なの。なんでなんかうちわとかじゃないんですか。ペンライトとかじゃなくて雲地だから。なんかね、いつの間にか本当にそういうキャラで定着してしまって、まあでもキャラがあるだけいいかなって思ってます。ポジティブにね変換していくのが大事かなと。いやー、薄雲程度は出ているんですけど、幕張あたりもまだまだ暑そうです。皆さん今日の服装はどうされてますか。袖なしですか。私は今日涼しげなブラウスと、あとはスカートを選びました。今日の衣装をご紹介します。今日はですね、トップス、このストライプの涼しげな色のトップスをグローブさんにお借りしています。でこれ一番上開けてるんですけど、ボタンで留められるようになっていて、で結構アームホールが大きく開いているので動きやすいし、見た目的にも涼しいですし、夏はこういう素材のブラウスっていいなぁなんて思いながら。でそう、スカートがねまた可愛いんですよ。別ブランドさんでアストリアオディールさんにお借りしています。ここにね、わかります、大きいリボンがついてるんです。これがすごく可愛い。トップスがシンプルな分、スカートも一見シンプルなんですけど、大きなリボンがついてることによって華やかさがここで一気に出ますよね。これもまた素材が朝っぽい感じなのかな。ちょっとねシャカシャカ感があって本当に夏に履きやすいものになってます。でそこに合わせているのが華やかさをプラスする、ゴールドの金具を使ったイヤリングです。これはジェミカさんにお借りしています。これもシンプルなんですけど、パールがね一粒やや大きめなものがついているので、ブラウスと合わせると上品に、なおかつこうちょっと涼しげじゃないですかに、コーディネートが決まる、そんなスタイリングになって、なんかじわじわ近づけますね。なんかさ、私があっち向いた時にちょっと近づいてるでしょ、今気づいた。なんかこっちに見てると、ほら見ました、確信犯ですよ。
回近づいてないか、なんか試したくなっちゃう。はい、ということでじわじわタイムも終了です。いやー、びっくりした。今日の衣装をご紹介しました。皆さんも衣服も上手に選んで涼しく過ごしていきましょう。